ではではですね、今日もクライマックスを迎えたいと思います、ここでねバトボーイからいただいたお題を3つ組み合わせ即興で生演奏しちゃう東京即興許可曲をここでやっちゃおうと思います。言いにくいね、本当に言いにくいねこれ。はい、今日も来ていますよ、はい、上田くん、はい、これはい OK、バトボーイイオリフリーダム改めジョイさん、朝シャンしようぜっていう言葉をいただいてます。いいね、はい、これいいじゃん。バットボーイネーム、桜井ジョーカーさん、今日の夜食がうどんだったのでうどんでお願いします。はい、バットボーイ眉間にワシントン、美女の膝の上で眠りたい。ほう、なるほど、はい、あ、これもいいんじゃないこれ、バットボーイ、ミノルンルンさん、世界の中心で愛を叫ぶ。あ、これはちょっといいバラードができそうですね。バッドボーイイオリフリーダム改めジョイさん、カレーライス嫌いな人初めて見たよ。これ、あ、こういうの、けどこういうのを入れて、こういうのいいよね、入れていきたいけど、うん、まあ長いからね、大変よ。でもうどんとなんか組み合わせられるんじゃないこれ。あ、なるほどね。カレーライス嫌いな人。これもっと長いよ。バッドボーイランマ、28分の1さん、ギャルにオリンピックって毎年あるんですかと聞かれた衝撃。何を言うとんねん。おー、なるほど、ギャルにオリンピックって毎年あるんですかと聞かれた時衝撃。いやこれけどね、長い方がやっぱこれを歌詞にするんかっていう方が面白いから、ちょっとこれカレーライス嫌いな人初めて見たよ、これ、あのよりフリーダム改めジョイさんのね、これちょっと使いたいな。確かにね、これ、うん、これでも結構切ない、そうな、切ない感じでいけるね。これとやっぱでもうどんも使いたいよね。食べ物でさ、最終的にこれカレーうどんになる。そうだ、ね、なるオチじゃないの。そう、そんな上手にいける。うどん、いや、じゃあ今日切なくいこう。じゃあじゃあ待って、美女のこれ、膝の上で眠りたい、それオチなんじゃないの。これもいく、もうむちゃくちゃやで、もうこの時点で。じゃああと、うどん、あ、いやけど朝シャンしようでもいいよな。なんかそれ、美女の膝の上で眠りたいと組み合わせられそうじゃない。その4つでいけばいいんじゃない。4つ、はい、うどんも入れるってこと。そうそう、いや3つって言ってねんけど。いやでも4つでもいいでしょ。ほんまに、いや、なかなか大変よ。カレーとうどんはセットみたいなもんでしょ。わかりました。じゃあ今回、4つでいきましょう。はい、じゃあラジオネーム、桜井ジョーカーさんからいただいたのはうどんで、イオリフリーダム改めジョイさんからはカレーライス嫌いな人を初めて見たよ、して、眉間にワシントンさんからは美女の膝の上で眠りたい、そしてこれイオリフリーダムさん2個入ってるやん、これ。改めジョイさん、朝シャンしようぜ。じゃあ4つを入れて1曲作りましょうか。ちょっと筋書きできた。めちゃくちゃやな。タイトル決めて、あのちゃんと曲紹介してね。うわー、いつー。いや、ちょっと待って。じゃあなんかちょギター弾いといて、ちょっと弾いといて、なんか、あ、切ない、切ない、そういう感じなん今日。ちょっと助けて。いやでもやっぱ、でもまあちょっと落ち考えようよ、落ち、うん、うん、いやこれほんまに即興なんで、こう今もうちょっと順番だけ、そう、順番だけ決めても最後はやっぱ美女の膝の上で、うん、眠りたいじゃない、うん、あ、でも朝シャンしようぜがあんのか。どっちがいいかな。これ前編でしょやっぱ、これカレーライスとうどんは、うん、もうそうしよう。オッケー、じゃあ、うん、
なんか最後すごい切ない。オッケー、もう分かった。行きます。行く。はい、行こう。インスタントのうどん、寂しい夜やけど今日も乗り越えていかないいけへん、ずっと付き合ってた彼女もデートに行って、あなた何でもいいからどこ一回決めてって言われて、じゃあカレーライスでも食べに行こうかって言うたら、カレーライスだけはあかんねんって、それ先言うとけやって、カレーライス嫌いな人初めて見たよ、切ない夜は美女の膝の上で眠りたい眠りたい、ずっと膝の上でゴロゴロして眠りたい、そんなことを考えてるからうどんも伸びとるやんけ、もう一回熱いお湯入れようかやめようか、入れようかやめようか、やっぱり入れようか、でもやめようか、気づいたら妄想ばっかりしてる毎日毎日こんなこと繰り返して、俺何しとるんやろ、もうスズメの声が聞こえる、仕事を新聞配達いかんと、そんな時給高くないけど、ポストに新聞入れるたびに誰か喜ぶって思ったら、今日も自転車強く漕げるぜ、仕事の前にお決まりの朝シャンしようぜ、お送りしたのはウサギで朝シャンしようぜでした。大丈夫？ダメだな。どうで、ちょっとどうでした、ちょっと長すぎた、ごめんなさい、むずいわもう。いやどうですか、ちょっとディレクターパキさん、これ大丈夫でした？あ、よかったですか？すごいでした、どうした。いや皆さん即興ソングどうでしたか。あのね、本当に僕ね、即興ソング時に一番自信なくすんで、ぜひ、もう大丈夫なら大丈夫と、もう本当、まあ、長いなら長いと、正直な感想ください。これ本当に即興です。今作りました。だけど、その時に必ずね、ツイッターでうさぎってつぶやいて、入れてくれるとね。これをね、もうメッセージも嬉しいんですけど、やっぱりこう、トピックというか、こう、急上昇ワードでうさぎをね、どうしても上げたいので、ぜひとも、つぶやきでね、うさぎ、アルファベットでうさぎと書いて、うさぎ、即興ええやんけ、即興長いやんけ、もうそのコーナーやめたらどうや、みたいな、いろんなね、ご意見、うさぎと添えて、送りください。よろしくお願いします。